皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所所属の9人組アイドルグループスノーマン。そのメンバーである目黒蓮さんについて調べると、病気、過呼吸といったワードが出てきます。現在大忙しのスノーマンですから。もしかすると目黒蓮さんって病気なのではないかと思われている人もいると思います。目黒蓮さんに関する病気、過呼吸の噂について見ていきます。目黒蓮さんの病気、過呼吸で倒れるという内容について探ってみると、これは全てファンが考えたオリジナル小説の設定であることが分かりました。というわけで、全てフィクションです。ジャニーズファンの中には、昔からこういったオリジナル小説を好む人もいるようです。最近では、インスタグラムやツイッター、YouTube などで、自分で考えたオリジナルストーリーを共有し、妄想してファン同士で楽しむ人はいます。ジャニーズファンには、推しの人物が雑誌で話していたこと、恋愛観、学生時代の話、普段の性格やキャラなど、何かしらネタになるものがあれば妄想できるという人が多いそうです。目黒蓮さんはフルーツアレルギーという噂があります。実は、目黒蓮、病気で検索をかけると上位にフルーツアレルギーというワードが出てきます。これもオリジナル小説の設定ということなのでしょうか。結論から言うと、目黒蓮さんがフルーツアレルギーであるということことは事実のようです。この件に関しては、目黒蓮さん本人が2020年9月、少年たちの講演で証言しています。しかし、目黒蓮さんがフルーツを食べている場面も実はあります。そのため、本当にアレルギーなのかと疑問に思う人もいると思います。というのも、スノタン、スノーマンのファンの中では有名なある事件があります。一時期、ツイッターのトレンド入りまで果たしたフルーツサンド事件です。目黒蓮さんが持ち帰ろうとしていたフルーツサンドがなくなっていたことにより、このフルーツサンドを食べてしまった犯人を探すという出来事です。結局、犯人はラウールさんと佐久間大介さんだったようです。犯人が分かったところで、話を元に戻すと、目黒蓮さんってフルーツアレルギーなのにフルーツサンド食べられるの?と思う人がいるでしょう。スノーマンフルーツサンド事件や、目黒蓮さんがフルーツを食べている場面を考えても、特定のフルーツのみアレルギーの症状が出るのかもしれません。ところで、ジャニーズグッズを高く買い取ってくれるサービスをご存知でしょうか。ジャニーズのファンの中にはグループの箱推しや同一グループ内で複数のメンバーを推している方も少なくないでしょう。これはジャニーズだけでなくアイドルファンに共通することですが、諸事情によりタンフリーや推し変することもあります。ただジャニーズファンや特に熱狂的なジャニーズファンであるジャニオタと呼ばれる方にとっては悩ましい問題があります。これまでに購入したグッズをどうするのかという問題です。熱狂的なファンであればあるほど、購入したグッズは多いことでしょう。思い出として手元に置いておきたい気持ちはあるものの、新しい推しや新しくチャレンジするための軍資金が必要という人も少なくはありません。この問題の解決策の一つとして、ジャニーズグッズを高額で買い取ってくれるサービスがあるのをご存知でしょうか。ジャニヤードというサービスです。サービス名からジャニーズを意識しているのがわかります。とは言っても、フリマアプリで売った方が高く売れるんじゃないの?と思われるかもしれませんが、ジャニヤードの方が手軽で費用がかからずに利用できます。単折りしたグッズを送ったらお金になりました。安心できる対応でした。との声も多数上がっています。ジャニーズグッズを高く売りたいとお考えの方は一度サービスの詳細を確認してみることをお勧めします。さて、スノーマンのメンバーの中で、人気ナンバーワンの目黒蓮さんに熱愛の噂が出ています。ジャニーズに熱愛報道や熱愛の噂はつきものですが、目黒蓮さんには一体どんな噂が出ているのでしょうか。目黒蓮さんは、1997年2月16日生まれ、東京都の出身です。ジャニーズ事務所には、2010年10月30日に入所しました。常にモテ期である、目黒蓮さんが熱愛中であるという噂があります。その噂について、また、その経緯について調べてみました。目黒蓮さんというと、冒頭でも触れたように、スノーマンの中でダントツの人気があり、グループのビジュアル担当として活躍しています。性格もとても男らしく、
それでいて優しいところも大人気で、スタイルの良さも合わせるともはや無敵状態の存在です。それゆえに公私ともに大変にモテモテであることが推測できますが、今回浮上している熱愛の噂もその一つなのでしょう。しかしこれまで特に目黒蓮さんに熱愛報道があったわけではないのに、どうして今回は熱愛の噂が出ているのでしょうか。今回目黒蓮さんと噂になっているのは、人気若手女優の今田美桜さんです。大きな目が特徴で、話題のドラマや映画に出演しており大活躍しています。目黒蓮さんと今田美桜さんは美男美女であり、また身長差もあることから、想像するだけでもとてもお似合いなのですが、きっかけは一体何だったのでしょうか。よくありがちなのが番組や撮影での共演ですが、調べてみたところ、2022年現在で2人が共演をしたことはないようなのです。ではどうしてそんな噂が出ているのでしょうか。調べていくと、どうやら2人のファンや2人をお似合いだと思っている人たちの交際してほしいという妄想であることが分かりました。勝手に妄想して勝手に熱愛や交際を仕立て上げるのはとても怖い話ですが、しかしそれぐらいに2人がお似合いであり、絶望される理由も理解できないわけではありません。2人は同い年ということ、先日した身長差が27センチメートルということで、身長差カップルに憧れる人からも恋愛ドラマで共演を望む声も上がっています。ただこれまで浮いた話は一度もない目黒蓮さんなので、ありもしない熱愛の噂が出てしまうのは、たとえ噂であっても良い話とは言えません。結局今田美桜さんとは実際にスクープされたり文春砲を浴びたりしているわけでもないので、その噂の信憑性は相当低いものと言えます。しかし今田美桜さんではない女性の匂わせ行為により新たな熱愛の噂が浮上してきました。その女性はアイドルグループ原宿駅前パーティーズの元島マリリカさんという方です。インスタの数々の投稿が目黒蓮さんとの交際を匂わせているのではと言われていますが、目黒蓮さん以外のメンバーでも匂わせがあると指摘されています。確かに匂わせのような感じもしますが、これに対しその後本人が SNS 上で反省のコメントを出しています。いずれにしても目黒蓮さんとの交際はほぼゼロに近いと言っても過言ではありません。かつて自分が出演する舞台に当時交際していた一般女性を招待したなんていう情報も流れたりしましたが、実際その真偽については分かりません。とにかくかなりのモテモテであるには違いないので、目黒蓮さん自身表沙汰にならないように注意しているはずです。ファンとしても常にやきもきとの戦いではありますが、人気者を推す運命としては仕方ないと割り切ることも必要ではないでしょうか。今後もこのような噂や熱愛報道は出てくるでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。